源氏物語源氏物語各条のあらすじ、藤浦場、藤浦場は、源氏物語54条の巻名の一つ。第33条。巻名は内大臣が読んだ和歌、春日指す、藤の浦場の、裏解けて君し思わば我も頼まむにちなむ。光源氏三39歳の話。夕霧と雲井の狩りの恋を無理やり咲いてから数年、二人の、 恋愛は世情に知られているし、今更違う相手と娘を結婚させるのは、風文が悪く、夕霧の方から焦って、結婚を申し込む様子もなく、内大臣は、自分が折れるべきだと考えるようになった。二人の祖母であり、内大臣の母である大宮の法事の席で袖を引いて、話しかけてきた、内大臣に夕霧は戸惑い、もしや許してもらえるのかと反問する人よう過ごす。 4月、自定で、藤の花の縁を開くという内大臣の向上を持った、息子の柏木が、夕霧を迎えにやってくる。緊張している夕霧に源氏は出かけるよう促し、着替えようにと自らの上等な衣服を選び与える。藤の花の縁で内大臣は、かねての中であった娘の雲井の狩りという霧の、結婚を認める。仲睦まじい夫婦の誕生に、 源氏は親心に嬉しく夕霧の辛抱強さを褒めてやる。内大臣も結婚させてみると高級での競争の多い時代より立派な婿を迎えた今の結婚の方が幸せだと分かり、心から喜んで夕霧を大切に扱うのだった。翌朝、源氏に結婚の報告をした夕霧は、大宮がかつて住んでいた三条の屋敷を改装し、 雲井の狩りとそこで暮らすことを告げた。一方、源氏の娘明石の姫君は、宮中入りが決まる。源氏は自分に遠慮して、受大を控える貴族が多いことを憂慮し、明石の姫君の受大を延期。他の貴族にも姫君の受大を働きかけた。このことから早速左大臣の姫が、受大。電車は、霊系殿に決まる。 養母紫の上は姫に付き添えないことから行きかれた。実母赤子の君に配慮し、貢献役を譲った。赤子の君の喜びは大きかった。姫が受代し、入れ違いになった二人の母は初めて対面する。互いに、相手の美点を見出して認め合った二人はこれまでの、わだかまりも評価し、心を通わせるのだった。秋になり、 四十の画を控えて、源氏は順大上天皇の大軍を受け、内大臣が大上大臣に承認する。十一月、紅葉の六条院へ、霊勢帝と須作院が揃って行行し、華やかな縁が催された。かくて、少年の日の高来人の予言は、実現を生み、源氏は映画の絶頂に立ったのである。ありがとうございます。